皆さんこんにちは。週末 YouTuber おいゆくでございます。前回に引き続き赤い MPK ミニ Mark3 のアルペジオについての解説をしていきます。前回はこちらのアルペジエーターのオンオフボタン、それと鍵盤を使って設定を変更していきましたが、今日はこちらのノブを使って設定変更をしていく方法を解説していきます。それではテンポ 120C のコードで4つの音をアルペジオをしてみたいと思います。これを今四分音符にしていましたが、8分音符や16音符にしていくにはどうしたらいいでしょうか。こちらのノブではこちらのディビジョンを使います。アルペジエーターのオンオフボタンを押しながらこのノブを回していきます。こちらの LED のパネルに表示されていますが、ここのノブを回していくことで音符の細かさが変わっていきます。鍵盤で設定するのと同じ設定をこちらのノブで行うことができます。続いて鍵盤ではアップ、ダウン、EXCL、INCL、オーダー、ランドというふうにアルペジオの順番を決める、表示がありましたが、これと同じことがこちらのノブでもできます。1個置いて3番目 K3 と書いてあるノブが、それに該当します。モードと書いてあります。モードを変化させていくと今ダウンですね。それから上下、そして上下ですけども繰り返しの上端下端が2回ずつなるパターン、そしてこれは押した順番にアルペジオが演奏されるモードですね。オーダーでした。そして最後はランダムです。そして鍵盤ではその次に出てきたのはラッチモードの切り替えがありましたが、ラッチについては下の段 K5 と書いてあるノブで設定ができます。これはノブなんですがオンかオフしか選択できないようになっております。ラッチの次はアルペジオの音域を決めるオクターブが鍵盤にはありましたが、オクターブの設定は K4 のノブで行います。これもオンオフボタンを押しながらオクターブのつまみを回していくと音域が1オクターブから4オクターブまで選ぶことができるようになります。続いてシャッフルがありましたが、シャッフル、スイングですね、スイングがありましたが、スイングについては K の2のノブで、どの程度の割合でスイングをかけるかが指定できます。こちらのスイングについては鍵盤では最大 64% までしかスイングの指定をすることができませんでしたが、こちらのノブを使うことでスイングは最大 75% まで指定することができるようになっています。それから速度の微調整についてはこちらの K の7のノブをお使いいただけるとよろしいかと思います。このプラスマイナスと書いてあるノブを使うことでテンポの微調整が可能になります。タップでテンポを指定するのはなかなか指定通りにきっちりタップするのは難しいのですが、こちらのノブを使っていただくと指定したテンポにぴったり合わせることができます。
微調整も楽々ですね。アルペジオに使うノブは全部で7つです。ノブ自体は1から8まであるのですが、8番のノブはアルペジオの設定には使えません。まだ説明していないのが K6 のノブになりますが、こちらのノブにはシンクと書いてあります。シンクというのは外部のクロックを使ってアルペジオのテンポを合わせるときに使う設定です。通常外部のクロックに合わせるということはなかなかないかもしれませんが、こちらについてはオンかオフのモードを選ぶことができるようになっております。通常こちらの、テンポプラスマイナスの K7 のノブで指定したテンポもしくは、外部エグジ、エクステンドですかね、 EXT のモードしかございません。実はこちら外部のモードに切り替えてしまうと外部からのクロックの入力がなければ音は鳴りません。お気をつけください。うっかり触ってしまって音が出ないということがあるかもしれませんので、万が一の時はこちらの設定を疑ってみてください。以上でノブを使ったアルペジオの設定になります。鍵盤を使うのかノブを使うのかどちらがいいかは人それぞれ場合によって違ってくるかと思いますが、少なくともこの微調整であったりスイングのかけ方を多くかけたいような場合についてはノブを使うのがよろしいかと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。